月10日22時30分より応援。他に、森七×間宮翔太郎×神尾楓樹×吉川愛、長谷川京子×デヴィ夫人×鈴木紗理奈、の計3組が登場。画像、森七×間宮翔太郎×神尾楓樹×吉川愛イコール月9ドラマ、真夏のシンデレラ、チーム長谷川京子、田中みなみ、西野七瀬。 三島慎之介の4人が MC を務めるトークバラエティ、グータンヌーボにスペシャルが7月10日22時30分から関テレフジテレビ系全国ネット、一部地域を除くで放送される。スペシャル第6弾となる今回もボーカロケ3本を実施。スタッフが見守る中で行われる通常の番組収録とは異なり、カメラしかないまるでプライベートのような環境で、 恋や生き方についてたっぷり語り合う。三島慎之助×成田亮×渡辺翔太、スノーマン全員が初対面の中、同世代トークですぐに打ち解けた3人。月十ドラマ、転職の魔王様、で主演を務める成田は、セリフの覚え方について、渡辺三島も驚きの特殊能力を告白。一方、火曜夜11時、ヒドラ、イレブン、枠、ウソコン。 に出演する渡辺は撮影現場での不甲斐ないエピソードを告白。何やってんだよ。笑三満島。と突っ込まれながらも、満島の提案で30代の目標が決定。また、人気グループに所属するがゆえの葛藤を打ち明ける。さらに、男たちのロマン。くだらなさすぎる妄想トークで大盛り上がり。成田寮コメント。9。グータンヌーボに出演のお話を聞いたとき。 どう思いましたか行ってみないとわからないので、どうなるんだろうって不安でしかなかったです。謎の緊張があり、ドキドキしました。旧実際に、渡辺翔太さん、三島新之助さんとのロケを終えていかがでしたかいい日になりました。途中から、ちゃんとしなきゃ、っていう感覚もなくなり、カメラも忘れていて元のままでした。旧渡辺さん。 三島さんの印象はいかがでしたかお二人ともすぐにお兄ちゃんみたいだなと思いました。くるみ込んでくれる優しさと一緒に頑張りたいなと思える同志感もあり、すごい人たちでした。想像以上に最高の人間でした。旧渡辺さんが30代の目標として今度特番で共演する成田さんの楽屋に挨拶に行こう。という話もありましたね。楽しみですね。 スタジオに入る時に緊張しちゃうけど、一個楽しみがあるといいですよね。三島さんも遠くない世界に入るので、またすぐ会えるように頑張りたいと思います。9視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。恥ずかしいです。見られたくない気持ちの方が大きいかもしれない。笑それは自分のものにしたいなと思うぐらいすごくいい話が聞けて、素敵な時間を過ごしてしまったので。 見られたくないけど見たら面白いと思うし、自分自身も本当に明日から頑張ろうと思えました。三人の話している空気感が、そのままの形で届いたら嬉しいなと思います。皆さんも、いい時間が過ごせるんじゃないかと思いますし、寝る前に飲みながら見てほしいです。森七×間宮祥太郎×神尾風珠かけ×吉川愛月9ドラマ、真夏のシンデレラ、キャスト陣が集結。 4人揃っての撮影は、このロケの時点ではまだなかったものの、ドラマキャストのみ &MC 不在、という収録で一気に打ち解けて。共演者だからこそ知る森の奇想天外な行動が明らかに。さらに、芸歴約20年の吉川は、芸能界を一時引退した意外なきっかけを明かし、間宮はデビュー当時の秘話を告白。今、旬の若き俳優たちによる男女ミックスブータンに、 スタジオの MC 陣も恋愛リアリティショーみたい。とワクワク、共演する4人だからこそ生まれるトークに注目だ。長谷川京子×デヴィ夫人×鈴木紗理な大人女子グータンでは、デヴィ夫人降臨で禁断のトークが炸裂。息子がイギリスのボーディングスクール、全寮制の学校へ留学中という鈴木。同じく、娘をボーディングスクールに通わせていたデヴィ夫人は、 大統領第三夫人としての壮絶な子育てを振り返る。ま